ホテル西洋銀座は東京都中央区銀座一丁目にあった高級シティホテル。1984年にオープンした有楽町西部に続くセゾングループの銀座戦略の一環としてグループのデベロッパー西洋環境開発により1987年1月銀座中央通り沿いに竣工した銀座タートルビル内に開業した。投資額は約100億円。 コンセプトは、西洋の皇室館と和の伝統の現代化。パリのリッツやロンドンのコンノートのような小規模高級ホテルに日本旅館の持つかゆいところに手が届くようなサービスを取り入れたスモールラグジュアリーホテルを自称していた。外観は、菊竹清くんが手掛け、客室階の三次元的にセットバックするだのある形態と、劇場部分の大屋根を白いセラミックで覆い、 大きな館を暗誘させるデザインとした。77という少数の客室数ながら、一室の平均面積は60平方メートルを超え、開業当初は6階以上がすべてスイートルームだった。映画館、銀座タートル声優と銀座セゾン劇場を併設。地下1階のレストランは、ホテルと劇場で共通であった。菊竹が提唱したメタボリズム建築を具現化し、 ライフスタイルの変化に対応することを目指して、3階には、宴会場とホワイエ、楽屋を同じフロアに配置。ホワイエをイベントスペースとして活用したり、役者と観客の交流を促すなど、ホテルの新しい可能性を提示することも意図していた。パーソナルコンシェルジュサービスもいち早く導入された。一般的なホテルにあるフロントカウンターはなく、利用客はホテルに到着すると、 パーソナルセクレタリーと呼ばれるスタッフが出迎え、2階にあるレセプションルームでチェックインを行い、各客室へ案内。チェックアウトまでの秘書的な業務に加え、各種チケットやリムジンなどの手配、予約にも対応した。客室内ではルームアシスタントがランドリーサービス受けた周りから、好みの枕、バス用品、化粧品のオーダーに至るまで、 様々な利用客の要望に応えていた。また、館内の飲食店や宴会場には、演劇や音楽にまつわる名称が付けられていた。地下1階のカフェはイタリア語で、の間を意味し、幕愛を表現した、イントラ。2階メインダイニングは、田園局を意味する名詞の、パストラル。3階宴会場は、サロンラロンドなどである。この他、宿泊客及び厳しい入会資格をパスした。 会員のみが入れるメンバーズバーなどが併設された。西洋環境開発の経営危機器により2000年3月に不動産が東京テアトルに譲渡され完全子会社の株式会社 HSG による運営となった。2008年11月21日、ミシュランガイド東京日本語版2009の快適なホテル格付け順で黒い家マーク5つを獲得した。2001年より、 ローズウッドホテルズリゾーツに加盟していたが、2009年末で運営委託契約を解消。ザ・リーディング・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドに加盟していた。2012年に東京テアトルの財務体質改善のため、銀座テアトルビルを売却することが決定。2013年5月31日をもって、銀座テアトルシネマや、ルテアトル、銀座バイ・パルコと共に営業を終了し閉館した。 土地と建物は2013年6月にコナミの関連会社が取得。もともとホテル自体が更新可能なように計画されており、コナミ側も当初は改装の上でグループの拠点として活用していく予定だった。しかし老朽化を理由として全面建て替えに方針を転換。2014年8月25日から解体工事に着手した。建て替え後の建物は コナミクリエイティブセンター銀座として2019年12月に竣工している。なお、HSG は2013年10月31日付で解散し、11月20日に特別生産開始決定を受けて事実上倒産した。などなど2010年12月25日に閉店し、現在はルーミネとなっている。開業当初の客室数は80室。ありがとうございます。